高山とかすごい今髪の毛、あ、そうですか、ね、完全に髪の毛色がなんか緑っぽい白シルバーっぽい、ああじゃねえだろおい、それはないだろ、ね、確実に見てわかるじゃん、今は違うじゃん、ちょっとアッシュというか、まあ、実は実はなんか理由があるわけ、いや今年夏休みになんだなんだ初めて、うん、あのブリーチを一回やっちゃいました、うんうん、内緒で、で今それの上から黒を重ねてるんで、うん、ちょっと髪色は変わったんですけど、うんうん、休みの期間だけにしたと、そうなんですよ、あなんか、まあ、やりたくてね、ずっとやりたくて、でもなんかあの髪をすごい私は今年一回バッサリ来た時に、うん、やっぱり緊張したんですよ、乃木中で、うん、設楽さん日村さんに気づいてもらえるかなって緊張したんですけど、今ちょっとした髪色の変化に気づいてもらえたことがすごい嬉しかった、ちょっとした、ちょっとしたじゃなくて相当だよなんか、いやなんか仕事があるのかと思うぐらいなんだって、そんなに違いますか、全然違うよ、えそれはそれで怒られますよねいやいやもう、ね、その時期がもう結構経ってるじゃん、えいやもうずいぶん前からちょっと変じゃん、え本当ですか、さっきからえってなんだよそれおかしいよ、えって何